泊まるさやかさん26歳 F カップ14歳の時に友達と東京に遊びに出かけた際にスカウトされました。しかし電話番号を教えたところ何度もかかってくるので怪しい人に引っかかったのかもと怖くなり母親に相談、母親から連絡してもらい事務所に入ることになったそうです。初めの1年はオーディションを受けながら事務所が運営するカフェでバイトをする日々。ちなみにそこはヌードルカフェといって現役アイドルがスタッフとして800円でカップラーメンにお湯を注いでくれるお店なんだとか。みんなはこの値段設定どう思いますか？私は3分間可愛いアイドルを至近距離でじっと見つめる権利をいただけるならお財布が空になるまでおかわりしちゃうな。その後は事務所主催の秋葉原歌劇団で公開演技レッスンと本公演に挑む日々。すると17歳の時に転機が訪れます。アイドルグループのオーディションに合格しファイトのメンバーに、さらに同時期にヤングマガジンで初登場、初表紙の形でグラビアデビュー。なおお胸の大きなとまるさんは事務所に入った頃からグラビアの打診はあったそうですが体型に自信がなく断っていたそうです。大きなお胸がコンプレックスで胸が見える水着なんて考えられなかったのだとか。事務所の人が熱心に声をかけ続け実現したみたいですよ。ありがとう事務所の人。その後順調にブレイクし23歳で発売したサード写真集ではお尻ショットを解禁。また初の姉妹共演の水着グラビアなども披露。肉と肉が重なり合ってとても素晴らしい内容となっていますよ。終わり。